よかったら見てってね。あら、いらっしゃい。ありがとね。あら、いらっしゃい。ありがとね。あら、いらっしゃい。ありがとね。さあさあ、うちの商品は特別だよ。やあ、どれにする？またな。香辛料はいかがですか？いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か買っていくかい？また来てくれ。どれ？
までより肌色率が上がってんじゃねえか。肌色率？アーロンさん、いい加減にしましょうね。大人のオアシスへ。サルバットに乾杯ね。サルバットにお集まりのただいまをもって泣くすべき昨夜、もろもろそんなだが、死もまたその意志を。どうもどうもありがとう。さっだが、じゃが諸君も知っていると、誰もが等しく死の、さあせめて今だけはこのサルバットという。さあ皆さんご一緒に一生忘れられない時を始めるわよ。いっくよ、レッツ特進パレード。
あれから10年、庭の仕上がり下法同士の落とし子。それでは授賞式の前に、サルバッド映画祭初代グランプリはベガスフィルム、サルバトーレ・ゴッチ監督作品、ゴールデンブラッド。面白かったぞ。そして栄えある初代レオンドールに輝いたのは、クーロン映像レスリー・ラム監督作品、狼たちの鎮魂歌。どうかお手柔らかに。いいぞ、ゴッチ。続きましては俳優優秀男優賞、狼たちの鎮魂歌、主演ラファル・アズナブール。最優秀男優賞はパーフェクトドライバー2、主演アルベルト・グレンジャー。優秀女優賞はゴールデンブラッド主演、ジュディス・ランサー。ジュディス・ランサー